ココンンビビニニさやかのウィーークリーコンビニラジオ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。12月3日、なんと12月に今年も突入してしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も1時間どうぞお付き合いください。 さてこの番組も百十八回目の放送となりますいつもお聞きくださり本当にありがとうございます本日はゲストの方をお招きしてお話をお聞きします本日のゲストは私もいろいろと仕事上でお世話になっている方なんですけどもあの私よりもね十歳若くてですねそして非常にパワフルな方です英語講師の佐藤圭さんにゲストとして 出演していただきますこの後ですすね対談をお届けいたします、まあ、この番組はコンビニラジオというタイトルですのでコンビニ業界に関わる方コンビニが大好きな方が聞いていただいてあなるほど役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組なんですけれども、まあ、単にねコンビニのことだけではなくて様々な視点から まあお話をぜひともこう聞いていただいて皆様のお仕事や生活にお役立ていただけたらなと思っております。で今回はまあ皆さん多分興味はあると思うんですよ。でそこから先行動に移すか移さないかっていうのが人によって分かれてくると思うんですけどまさに今ちょっとねコロナの関係で海外に行けないっていうのはあるんですけどそれでもオンラインで海外の方と瞬時につながることができるようになったもうこの グローバルな時代をどうやって生き抜くかって言ったら日本語だけでももちろん生活はできるけれども視野はあまり広がっていかないですよねでも今さまざまな世界情勢が動,て動いている中で英語で何か伝えるとか英語を聞いてそれを理解するっていうことはもうこの世の中で本当に大事なことになってきてます。 私もねそんな自慢できるほど英語が喋れるわけでも聞けるわけでもないんですけど一応上智大学っていうとこ出てるんですけどでもやっぱり英語ってすごい大事だよなと思ってますし。 まあ私は K さんって呼んでるんですけど、まあ、K さんはねやっぱりすごく努力家でもあってどんな風にその英語のスキルを獲得していたのかまたそれをどんな風に生かしていきたいのかっていうところをね聞いていただくことによって皆さんのお仕事や生活に何かしら気づきがあるんじゃないかなって思っております。まあ、そんんな佐佐藤藤さんですね今日佐藤 K と 通称言ってますけどもお招きしてこの後ゲストとしてご出演いただきますお楽しみにこの番組は三方よしの未来で見える未来店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますコンビニ社ャ士ギシス通夜のウィークリーコンビニラジオ あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」「沖縄ベタニアチャージ」「浦添市城隈58号線沿いの大型ビジョンで あなたのお店、イベントなどなど pr しませんか？お問い合わせは0456707640グスクマタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノわンの楽しみ方がきっと見つかる「ギノわンヒルズ通り」ステマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい

ムービにけた手のお味噌をシフォンケーキで検索しく包むみそやが作るみそシフォンケーキやえせの夢<工>房コンビニ社労士やすさやかの「ウィークリーコンビニラジオ」。 それではここからゲストの方にご登場いただきます佐藤恵子と佐藤恵さんですこんばんはこんばんは佐藤恵です本日はよろしくお願いいたしますお願いしますということで佐藤恵って呼んでいいですかはい、はい、佐藤恵さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい。今回ですねご登場いただいた経緯なんですけども私がある意味無理やり引っ張ってきてしまった部分もあるんですけど、えー、佐藤圭さんはどういうお仕事をされてるんですかっ はい改めまして佐藤圭と申します私はですね現在株式会社グローバルビビットという代表をしておりまして主に英語のレッスンそして英語のプレゼンテーションというところを企業向けにサポートして今、うん、英語講師歴は13年ほどになりますすごい長いですね、はい、もうベテランですねそうですね18の時からずっとやっておりましてもともと まあ英語の先生に魅了されまして、うん、で、まあ、こんな大人になって自分も教育業界とか英語を通していろんな人に思いを届けたいなって思って最初はまあ学校の先生とか塾の先生とかそういうのを目指してやっていて実際に塾でも勤務して学校でも勤務してまあ中高生主に高校生をターゲットに英語のレッスンまあ 受験英語ですね、うん、っていうのをやってきたんですけれども、うん、まあその中で、まあ、同じ授業をしているんですけれど、うん、レベルが上がる子と上がらない子っていうのがいて例えば一クラス50人ぐらいいて同じように同じ授業をして同じように小テストをやって同じように。 一緒に時間を過ごしているんですけどもやっぱり成果の出ることを出ない子ってのはやっぱりいて、うん、でそれはまあ、もちろん自習をしているしていないっていうのもあると思うんですけども、はい、まなんでかなって思った時に、うん、まあ保護者面談をするじゃないですか、うん、その時に保護者の方を見て、うん、あ,あなるほどなって思う場面結構あるんですよね、うん、例えば、えー、時間に面談の時間にも10分20分 毎回遅刻してくる保護者の方のやっぱり生徒さんはまあまあ遅刻しがちだったりとか逆に事前にすごく資料を集めていろんな話を聞く準備をしてくれて面談に来てくれる方とかいう生徒さんそのお子様はやっぱり。 しっかりしてたりとかっていうので、うん、教育業界って実は子どもに対してよりも実は大人向けに何かもっとできることがあるんじゃないかなっていうのをすごく感じていて、はい、やっぱり面談をして大人の方、まあ保護者の方とお話しすればするほど、うん、やっぱり親御さんって世の中の親御さんっていうのは子ども育てる、うん、まあいわゆる初心者というか、うん、多くてもまあ五人六人だったりとか、まあ大体本当に日本だと一人っ子の 家庭もあ23人二三人兄弟っていう家庭もあると思うんですけどいずれにせよやっぱり子育てに関して結構慣れないまま高校生になってしまうご家庭っていうのはやっぱりあるんだなって感じていてで自分が高校生に対してだけじゃなくて大人向けに何かレッスンができてそして大人を対象にした英語授業を通してよりまあ日本の経済力ですとか子どもに対するまあ 接し方も含めてなんかもっと英語っていう幅を大人向けに広げてやれたらいいなって思って、はい、今メインはあの社会人の方をターゲットにしつつ企業に入って英語のレッスンっていうのをさせてもらってるような感じですちょっと長くなってしまったんですけれどももともと受験でやってたところを 大人向けに今レッスンをしているような感じですね。おお<ー>、はい、なるほど。ありがとうございます。はい、めちゃめちゃ激アツですね。最初から <laughs> 飛ばしますね。はい、素晴らしい。はい、いやもうね、これだけ本当にプレゼン力もねあって、日本語も。うん、まあ、もちろんなんですけど、英語のね、プレゼンに関しては本当にもう。一流のプレゼンターということもある。佐藤圭さんなんですけど。うん、まあ、ちょっとだけいろいろと、なんかその辺りのことも紐解いていけたらなと思っております。はい、まず十八から英語には携わる。はい そうですね18歳から、うん、まあ英語は受験の時にもすごく勉強してたんですけども、うん、18から英語の講師っていうのをやりたいなと思って塾の講師を18からやっていますね<ー>、はい、それはアルバイト的にそうですねアルバイトとしてもともと英語の先生やりたい 高校生のの頃思ったので、まあ、大学に行かななけければいいあちょっと特殊な家庭であの貧乏な家庭で育ったものですから、うん、なかなか大学に行くお金っていうのがなくてですねで、うん、18歳の頃、まあ、大学に、まあ、受かってもやっぱり行けないっていう状況があったのででも大学に行って先生やりたいって思ったんですけど、はい、でも。 ちょっと環境的なそれが難しいと、うん、まあせめて英語の講師のアルバイト講師としては活動したいなと思っていろいろ頼み込んで、はい、まあ実績を絶対出すというところで2年目ぐらいですかね、うん、講師2年目になってまあ校舎1その英語の偏差値を上げることができたっていうふうに19の時そのもう少し20歳っていう時にまあ英語のそのクラスがあってその中でまあ生徒の 点数力アップっていうのがその校舎内1位だったりとか地域1位だったりっていうのをいただけてまあすごく評価していただいてでまあその仕事をずっとまあ塾の先生って中学の英語とか高校の英語さえできてしまえばまあ変な話あとはそこを磨きかけてまあ大学院行ってるとか海外に行ったことがあるとかまあそういうことあんまり関係なくもちろん大学はやっぱり出なきゃいけないっていう気持ちはあったので目指してたんですけれどもやっぱりその中で教えれば教えるほど。 やっぱり自分がもっっっと勉強したいななてて思うようよになって、うん、そこで、まあ、ずっと英語の講師としてやってきたんですけどやっぱり、うん、まあ聞いてる方々も英語ってそれなりになんかアルファベット書いてる造形があったりとかすると思うんですけど教える方からすると中学英語ってここまでって決まってたりとか、うん、高校英語ってここまでって決まってたりとか、うん、この大学はこう出るこの高校はこう出るって結構決まって やっていることが多いんですよね。なるほどね。うん、パターンというか。そうなんです。うんうん、で、それを毎年やっていると。うん なんかちょっと頭おかしくなるというか自分の成長がないんだそうかそうかそうかんかパターンを攻略するみたいなのがメインになっちゃってんかそこから先の成長とかよりレベルアップするっていう行動になかなかつながらないそうなんですね仮に自分が英語をもっと勉強しいろんな文化とかいろんな歴史を知ったとしてもそれを披露する場所がないのでまあ知識っておそらく人に披露するからこそ価値が出てくるっていう思うんですよね。なので で例えばその、まあ、勉強したくないっていう子どもとか、うん、まあ大人の方でも勉強したくないよ勉強ってつまんないよねって言ってる人結構耳にするんですけど、うん、で僕も本当に中学までで全然勉強しなかったんですね、はいでまあ、要は、まあ、勉強の面白さが分からなかったっていうのがもちろんあるんですけども、うん、まあ一方でその面白さを伝えてくれる人がいなかったっていうのとなまあ一番何で勉強したくないんだろうって思った理由は、うん、勉強しても披露する場所がないなって っっていうとこだったんですよねなので大人の方で勉強したくないっていう人は、うん、多分知識とか経験を披露する場所があでまあやっさんとかはこうやっていろいろお話をする機会って、うん、ポッドキャストとかもたくさん聞かせてもらってありがとうございます、うん、本当に大ファンなんですけど、うんはい、でその中でやっぱりこうやって人前で話す人とか情報発信する人ってすごい勉強されると思うんですよね。うん、なのののでその人の 前で何か話したりとか発信をするっていうことは、うん、なんか学問を広げるのにすごくつながるのかなって思って、はい、でまあさっきの19とか20歳とかの時にそういう賞とかいただいたんですけども、うん、いただけばいただくほどまあやっぱり気持ち的にも自信が出てきて、うん、で、まあ、次の年ももう一回授業やっていくじゃないですか、はい、まあ講師もどんどん大学生とか新しくなったり新しい先生が来たりするんですよね。うんうん、でその時に まあよく授業の中で雑談ってあると思うんですけど、うん、ま,あまた雑談がやっぱ面白いんですよねその他の先生たちの。うんうん、でなんでそんな面白いんですかってやっぱ聞いたことがあって、うん、英語の授業は僕の方が成果が出せてたっていうのはあったんですけど、うん、雑談とかやっぱ全然できなかったりとか独り、うん、よがりの話になってしまって、うん、で何かなって思った時やっぱ学んでないなって思ったんですよ。授業っってやっぱり準備すればその分だけ 成果を発表でできるる場所である一方、はい、自分が普通に学んだ内容っていうことを授業の中で披露する場所がやっぱりなくて、うん、だったらまあ勉強してもなかなか先進まないよなって思ったりとか自分の受験勉強しつつ頑張ろうと思ってもそれをどういうふうに披露すればいいか分からないっていうのがあって、はい、やっぱり大学に行ってるとか行ってないって経験値が全然違うなって思ったのでやっぱり改めて大学やっぱり行きたいなと思ってやっぱりねそのでも大学って、うん お金がかかるところですし自分の力じゃどうにもならないっていうところがあったので、うん、まあどうしようかなって思ってでも絶対に大学に行って、うん、まあもっともっと経験値のある人間になって、うん、もっと大きなところで勝負したいっていう気持ちはありつつ、うん、でもどうしたらいいか分かんなくて、うん、じゃあ別のアルバイト始めようと思って、うん、まあ飲食店でやったりとか、はい、あとは。 の遊園地とか、それこそディズニーランドでも、安さんもね、やられてたっていうことで。はい。はい、そうなんですよね。実はね。うん、そうなん。だから、本当に、そういうディズニーとかもやって。うん、やっぱりいろんなバイトをして、あ、改めて思ったのは。うん、やっぱり勉強してる人って、すごい話面白いなとか。うん、勉強してる人って、うつ大きいなって。 ってすごく感じるようになって<ー>でもちろん学歴がうぬうんって思うつもりは一切ないんですけど、うんはい、やっぱり勉強したいって思った時も大学での学問ってすごく重要だなって思ったので、うん、まあ改めて大学に行きたいと思って、うんうん、で自分ですごく勉強をし始めて。 たっていうのが二十一とか二十二ぐらいの時でしたね。<ー>まあその間にやっぱり大学とか意識して受けてたりはしたんですけど、はい、やっぱり経済的な問題でなかなか先に進めなかったので、うん、まあかなりその精神的に追い詰められている時期はだいぶありましたね。なるほどね。はい、まあ十九二十っていうとまあ確かに大学って言ったらね、だいたいその十八とか十九まあなんかこう二十歳とかそれぐらいで入学をして。 で4年生だったらなんか4年間えわ、ー、ってこう過ごしてねんとなく勉強して、はい、で卒業して、うん、まあその卒業前に就職活動してみたいなのが一般的な流れだったりするんですけど佐藤恵さんの場合は結構そのやっぱり経済的な理由とおっしゃってましたけど、うんえー、なかなかその大学に通うっていうところが。うん まあ実現できなかったというふうふにね、はい、まあ実はあの私も佐藤慶さんのファンなんで、うん、いろいろね、はい、い動画とかポ、はい、ッドキャストとかね、ええ、とたくさん情報発信されてるし佐藤慶とか佐藤慶で入れたら一 いっぱい動画出てくる。そですけど、ねはい、まあ、そこでもね、たくさんそういう話をしてくださってて。ええ、いやすごいなって思ったんですよ。私うん、ありがとうございます。はい。それで、本当に努力をずっとし続けて、さっきのその英語の件もそうですけど。まあ、はい、ちゃんと勉強していかないと、そして、それを披露できる、いわゆるアウトプットの場所。が、なければ、なかなか、やっぱり、前に向いて進んでいかないっていうね。うん、そういう話からしても。はい 私自分が大学時代の時って何やってたんだろうって思っちゃそれがたま,たまたまっていうなのか、まあ、きっかけがその英語の先生で,、うん、で,でその英語の先生との出会いで、うん、まあ英語っていうところに特化をしていろいろと勉強とアウトプットを勉強とアウトプットを繰り返して、うん、でそれをどんどん極めていこうと。 思われてたそうですねやっぱし、うん、あの本当にこの今収録一緒にお邪魔させていただいてぜひ、はいまあ、なんかお話ししてほしいっていうことで、うん、もう今準備なしでこれって話させていただいてるんですけどすい,ませんいやいやいや、はい、<laughs> なんかその中でやっぱり聞いていく中で、はいはい、やっぱし僕も本当はスピーチとかプレゼンテーションとかたくさんやるんですけど、うん、まあ原稿準備する時としない時があって<ー>で、まあ、準備する時には、まあ、かなりコンテストって というかそのの競争が強い色の時にはあ<ー>まあかなり準備すするんですよ、ね、んで、ここでこういうふうに伝えようとかここでこうやって掴もうとかうん、うん、で、まあ、お話を聞きたいですって言ってくださる方すごく多くて嬉しいんですけどその時にやっぱり、まあ、準備した方がいい時と、まあ、しない方が喋れる時っていろいろあって、うん、で、まあ、準備しない時には、まあ、特に例えば今安さんにいろいろ質問していただいてますけど、うん、この質問に対して 1質問されたら10答えながらでまた1質問してもらって10答えてっていうことで、うん、ちょっと言葉がまごついちゃう部分はあるんですけれども、うん、ただ思いっていうのはずっと軸としてあるので、うん、なんかすごく今こうやって話させていただいて新鮮だなっていうことと、うん、すごく今、うん、普段こうやって過去のこと今僕あの平成元年生まれで32なんですけども、うん、平成元年生まれか。<laughs> はい、なので、はい、その時に今僕が話した話っていうのは、まあ、10年、うん まあ以上、まあ、大体10年ぐらい前の話で、うん、日常生活してる時に10年前の話とかってふと思い出すことってあんまりないので,、うん、で今なんでこの仕事をしてるのかななんでここにいるのかなって思った時に今安、うん、さんから質問を受けて改めて思い出しながら話を考えて一番大きく気づいたのが、はいうん、人間ってやっぱり変わるタイミングっていろいろあると思うんですけど僕は一つしかないって思ってて。 か<つ>そうですねその人間が変わる時ってやっぱり出会いだなっって思ったんですよ、うん、で例えば、ね、新しい人との出会い、はい、新しい環境との出会い、うん、新しい言葉との出会い、うん、新しい、まあ、コミュニティとの出会い新しい本との出会いっていう形で、うん、結局今までなかったものなかった人に出会うことによって、うん、自分の価値観が刺激されてそこで まあ気づきを得て変わる人と何、うん、か気づくんだけど行動できない人と、うん、まあ全く気づかない人と、うん、いろいろいると思うんですけどその時に、まあ、どっちかっていうと僕はだいぶそういった感覚が研ぎ澄まされて、はい、環境の変化に対して、うん、まあなるべく生かして経験をしようって思うようになったので、うん、かなりいろんな人に会うとすごく感性が研ぎ澄まされるんですけど、はい、でやっぱり一方で研ぎ澄まされない人もいるんですね。うん、でなにやっっぱりそういうい人って どうしても知識の受け皿がなかったりとか、うん、学びを深める機会はやっぱり少ない人だと何、うん、かいいものに出会っても、うん、あんまりちょっとピンとこないというか、まあ、それはそれでその人の人生だと思うんですけど、うん、ま今からスさん今までスさんからここまで質問を受けて、はい、やっぱり出会いってすごい大事だなって。 思いいまししたたそうっビジネスコミュニティで僕らなのでそういった会がなかったらやっぱりこういった時間もないですし変わらないですし安さんの話を聞くこともないですし安さんのこういった番組を通してこの佐藤が話す場面っていうのもないですしこれをどういうふうに活かすかとか今後考えながらにはなると思うんですけどでもやっぱり出会いっていうのがすごくこれからの。 重要なキーワーワドだなと思っていてい、うん、今オンラインでねそのなかなか出会いづらいっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでもオンラインの中での出会いも絶対あるしオンラインだからこその出会いも絶対ありますし、うん、なんか改めて今日このきっかけにオンラインとかオフラインとか、うん、その人とか人じゃないとか関係なく、うん、なんか自分を高めてくれるものはそういったいろんな出会いなんだなっていうことをすごく今、うん 改めて実感しています。おお<ー>、はい、すごい壮大な気づきだ。<laughs> <laughs> ありがとうございます。うんはい、なんかそんな風にこのね突然のお声かけにもかかわらず、うん、ご登場いただけるということで、そんな風に捉えていただけるなんて本当に光栄なんですけど。うんうん ありがとうございます。はい、確かにね、ちょっとの出会いの話をねしてくださったんで、うん、ちょっと出会いについても話してみたいなと思うんですけど、はい、まあ私も確かにそうなんですよね。まあ、うん、その誰かとの出会いとか新しい環境とか新しいことを始めるとか、うん、そういった時にやっぱターニングポイントを迎えるというか、うん、自分が今までやってこなかったことにチャレンジをすることによる。 なんか本当に感覚や感性が研ぎ澄まされるっていうのはんか言葉じゃ難しいんですけどでもすすすすごくわかるる気がんででそうねなんだろうねんかそれこそ私もそうだし里圭さんもそうですけどプレゼンテーションとか人前で話すっていう機会をねたくさん持ってるわけじゃないですか。 でそれってもともとじゃあ最初からできたんですかって言ったら、うん、そうじゃないと思うんですけど、うん、そ,そうですよねそうです、ね、あの、うん、本当に今でこそあの大学結局大学も24歳の頃に入って、うん、まあ18から24まで仕事したり受験勉強したりしてたので、うん、まあ本当にまあろくろうして大学に入ったっていうのキーワードに。 いいいろろ情報発信をしているんですけどその時にまあ最初18で講師始めたっていう話があって、うん、で最初やっぱり授業した時には本当アルファベットの授業なんですけど英語の中学校うん、うん、まあ新中学校1年生に教える授業です<ー>アルファベット誰でも多分これ聞いてる方アルファベットを教えるってなったらこれ誰でも知識としてはできるはず。うん、で、うん、アルファベット とぐらららいいだっったら教えられるかななて思うじゃないですか、はい、でもこれ実際僕もすごく調子に乗ってて、うん、アルファベットを余裕だと、うん、間違えるわけがないと、うん、っていうことが気持ちがあってその中でまあ授業をするんですけども、はい、子どもたちにまあアルファベットをこう書くんで ABCDFG だよみたいな感じで伝えるんですけど、うんうん、なんかやっぱり伝えることはできても、うん、相手を動かせてない自分がいたんですよね。<ー>うん、例えばアルファベットなんてて初めて書く、まあ 今は小学校からやってたりいろいろな体系でやってたりすると思うんですけど、うん、まあ僕は結構田舎で教えてたりとかしたので、うん、本当初めてアルファベットやりますみたいな感じで大文字とか小文字の違いが分かりませんとか、うんうん、本当に子供たちだとあの大文字と小文字は大きく書くかちっちゃく書くかの違いだぐらいな、うん、あの感覚でしかない子がいたちがいて <laughs>、ね、形が違うってことは知らなかったりするんですよね。うんうん、で あのアルファベットこうやって書くんだよと、うん、こうだよと伝えます、うん、伝えきります、うん、でもじゃあ次の時テストするじゃないですか、はい、できないんですよね彼らが。うん、でなんでかな,なんでで僕は最初アルファベットも書けないのって思ったんですよ。うん、でもじゃあ自分が同じ子どもの頃にアルファベットを書く時どうだったかなっていうと、うん、まあ確かにアルファベットはそんなに満足に書けてなかったなと。 まあこれちょっと当時の僕中学1年生の当時の僕が思い出す限りではですけど、うんはい、ま,まずアルファベットに魅力を感じなかったほ<う>、うん、でそのアルファベットの授業をしている、まあ、当時の英語の先生に魅力を感じなかった、うん、でやる理由が分からなかった、うん、で例えば宿題やっていこようよって言われた時にじゃあ宿題って何でやんなきゃいけないんだろうとか、うんうん、あとは その宿題以外にやりたいことがいっぱいあるという状況の中にアルファベットをやりたいという思いがなかったというふうにでも同じことだなって思ってで大人になってじゃあ実際自分が授業をしたいと思って子どもたちに授業した時に当時の僕は中学校の先生と同じようなことをしていたんだ,のだなって気づいてまあ先生たちも一生懸命やってたと思うんですけどでも。 なんか社会人の方とか子どもたちとか全部含めて一生懸命やってる人って多いと思うんですよ。うん、で一生懸命やってるかやってないかってすごく指標が難しくて、うん、その人の中の一生懸命例えばやすさんの一生懸命って普通の人が頑張って一生懸命やってもやすさんの一生懸命絶対勝てないぐらいやすさんっていろんなことを本当の意味で一生懸命やれるというか <laughs> そうだ一生懸命のレベルが全然違うんだなと思ったんですね。<laughs> そうなののでその時にだから、はいあの どういう指標で考えるかってすごく難しかったんですけど、うんでまあ、実際に僕は一生懸命アルファベットを伝えたと、うん、で楽しくやったと、うん、で結局それは自分が楽しくて自分が一生懸命やっただけで、うん、誰かを一生懸命にさせてあげること、うん、でなんでそれがやっぱりできないのかって思った時に、うん、まず まあ、プレゼンテーションでいうとまあオーディエンスって言いますけど、まあ、授業だと生徒、はいうん、で、まあ、生徒とかオーディエンスのことを全然僕は知らなかったと。うん、じゃあその目の前に子どもたちが20人ぐらいいるとして、うん、彼らのあだ名は何か中学校はどこなのか、うん、どんな趣味なのかどんな部活なのか、うん、どんな筆箱を持っていてどんな人と仲が良くて、うん、学校ではどんなことをしていてっての全然知らなかったですよね、うんうんで。それを知るようになってから、うん 意図的にコミュニケーション取ってもうなんかうざいキモいとか女の子から言われながら「うん、いや教えてよ」って言っていろいろ伝えて、うん、でそうした中でコミュニケーション取っていくと同じ授業しても伝わり方が全然違ったんですよその時にこれ大事だなと思ったのがやっぱり自分のことを知っている人が喋っているのと、うん、自分のことを全然知らない人が喋っているのと。うんうん やっぱり言葉の入り方が違うなと思って、うんうん、例えばまあすごく著名な人があの皆さんの中で多分今思い浮かぶ著名な人がいるとして、うん、尊敬している出会ったことない人がいるとするじゃないですか。はい、で、まあその人の言葉も。 まあ尊敬してるしこっちから一方的に思っているから、まあ、言葉入ってくると思うんですけど、うん、でも一方で例えばこれ聞いてる方ってやすさんのことよく知ってたりすると思うんですけど <laughs> その中でやす、まあ、さんの言葉ってやっぱりすごく入ってくると思うんですよね。うん、でそれはまあヤスさんっていう牽引性ととのののことが好きだだファンだヤスさんの 言葉だったらちょっと受け入れてみたいなって思う人たちが、まあ、いるからこうやって多分1時間ぐらいね、うん、あの最後まで皆さん聞いてくださると思って、ね、今回の回ちょっと僕が入ってるのであのどれぐらい聞いてもらってるかね分かんないんですけどもいやいやだ本当にそのだるの苦手だっていう話だったんですよね。うん、でそこに戻るるとと、うん、だかかから喋のはは得意とか苦手っていうよりかは どっっちかとというと好きな方だったんですね喋るの僕は得意か苦手今でも得意か苦手って言われるとちょっと分かんないですけど、うん、まあ好きか苦手か好きか嫌いかと言われると、まあ、好きな方だったんですよ。うんうん、でじゃあ相手がどう評価してるかってなると、うん、これ結構厄介で自分は好きで喋ってるのに相手は全然評価してくれないって、うん、これかなりきついギャップがあるんですよね。だから自分は喋るのの苦手で相手で相もその なんか自分に対する印象がよくなければ、まあ、苦手で相手もよくないと思ってるから、まあ、予想通りというか、うんうん、で僕は得意だと思って話して相手があんまり面白くないって言われて結構負のギャップがあって、うん、それがやっぱりすごく悔しくてで後であのアンケートとか取、はい、ると思うんですけど授業の中で、うん、で、まあ、講習ごと楽器ごと取るんですけど。はい まあ保護者の方が見学に来たりとか、うん、あの学校の先生が見に来たりとか、うん、他の校舎の先生が見に来たりとかいろんな機会があったんですけど、うん、まあその方のアンケートによると、まあ、この佐藤系が英語の授業をしていると、うん、で、まあ、保護者がその授業料を払っているという状況じゃないですか。うんうん、でいまだにすごく覚えてるのがアンケートをもらって、うん、まあ 来る日分かる日かです、ね、その保護者が来る日とか、うん、見学が来る日って分かってめっちゃ準備するんですよ。はい、ものすごく準備してものすごく楽しくものすごくテンション高くやっていくんですけど、うん、まあ1819なので結構まあいきってるわけですよね。うん、でその時にすごく楽しくやって、うん、めちゃめちゃ楽しかった終わったと思ってその大人のアンケート見た時に「佐渡家先生と、まあ、授業拝見しました」と。うん、でまあものもの言いたいことがありますがまあ一つだけあえて申し上げるとすれば「あなたの授業は あなたが授業料を払わなければいけませんね。って言われたんですよね。<ー>ま、それだけまあ、授業お金を払って聞く授業じゃないと思われていた。うん、うん、で、それが1人二人ならまだあれなんですけど、うん、そういう言い方しなくても同じようなテンションで楽しかったけど、学びはなかったとかゲラゲラ笑った。うん でもテストは取れなそうみたいなうまあそういうふうに書いてなくても実際次の時間で授業をテストする時も取れてないわけなんですよね、うんでまあ、小テストとか宿題とか含めてやっぱり1個の授業なので安、うん、さんも社労士としてやって、うん、いろいろ顧問先にお話しして「うん、こうですああですよ」って伝えきって、うん、じゃあ次回こういうふうにやっていきましょうって言って、うん、その次回やってなかったら、うん、まあ場合によってはその自分が 伝やっぱん。それが結構僕はそれを毎回毎回やっていて結構苦しくなってでも大変だったんですけどこれは絶対自分がここで変わっていって彼らを変えてあげないと絶対に何も変わらないって思ったのでそうなんですものすごい大変でしたけどやる価値はあるなと思ってもう13年で大学入って。 で、うん、まあの授業コンテストとか改めて出て、うん、でプレゼンコンテストとかも出て、うん、でいろいろなその全国ナンバーワンという称号を頂い,いてう<ー>うん、んすす。ごい、そうなんですなでんか本当にだからそこで最初さっきや也さんが最初から苦手 最初が得意でしたかとか「最初かられたんですか?」って言われるともちろんそうでない部分っていうのがあったり、うん、まあそうであるそうでありたいと思う部分もあるかもしれないんですけど、うん、やっぱり結局経験と練習と鍛錬っていうのがすごく重要だなって思っていて、うん、改めて何かなんでこんな風に自分がしゃべってきたのかなっていうことを、うん、まあさっきもお伝えしてましたけど原点に戻れる今この瞬間だなって思ってさすがんか質問うまいですね。うん <laughs> そうですね、なんか結構褒められてるな私が。いやいや本当にもうなんかど緊張ですよこれ多分この空気感伝わらないと思うんですけど急にゲストとして出てください。<laughs> 何をですか?」みたいな「ラジオラジオですか?」って「何分ですか?」「1時間1時間ですか?」って言ってちょっとそのこれ多分ねうまくあの編集した形でねいろいろ皆さんに伝わってしっかりとより 良い言葉でね伝わっているとは思うんですけど、はい。でも思いはままあなるほど。<れ>思い思いを今ちょっと伝えているような状況で、まあこれがでもラジオの面白いところですよね。うんうん、プレゼンとかだとこういうのはあんまりやらないというか。うん やっぱりプレゼンテーション結構時間がっちり決まってたりとかでプレゼンって聞くとなんかすごいみんなワクワクしちゃうんですよねなんか準備したものを聞けるなんかものすごい情報を聞けるみたいなでプレゼンもアジェンダがあるじゃないですかでその中である程度その逸脱があったとしてもコアな部分はやっぱり変わらなくてでもこういうラジオの部分ってある程度この会話の中で生まれるこのセレンディピティっていうか予期せぬ幸運というかそういうのが あると思うので、うん、なんか改めてこのラジオの面白さ、<お>僕もポッドキャストとかやってても思うんですけど、うん、なかなか体感できない経験なので、うん、この今日のこの瞬間っていうのは、まさに何かラジオとの出会いですよね。<laughs> うん、そうですね。うんうんありがたいですね。そんな風に言ってくださるのは本当にね、うんうん、なんかさっき裏話を言っててちょっとドキッとしちゃったんですけど、うんうん、まあ本当にね突然お声かけしちゃったんですけど。はいはい やっぱプレゼンテーションって最初は自分の技術を磨くっていうところからスタートして、うん、でそこで壁にぶち当たって、うん、あ全然伝わってないんだ、うん、自分の話ってでしかも逆に、うん、あなたがお金を払いなさいと言われるっていうのは相当な屈辱だったんじゃな,いかなと思いますけど屈辱もそうでしたし悔しさもそうでしたし、うん、でも その今のやっぱり思い出してすごく今鮮明に今映像的に思い出してるんですけど、うん、やっぱし悔しいなとか苦しいなとか、うん、まあよくテレビアニメとかもねこの主人公が「うわあいつに勝てない悔しい」みたいないう場面っていっぱいあると思うんですけど、うん、これなんで悔しいのかなと思った時にやっぱりそれだだけ全力ででやっっっててるんだなって思ったんな思たすよ授業とか手抜いてやってるつもりもなく、うん、もう例えば当時女子中学生に受けるような、うん。 あの慣れないそのアニメとか見て勉強してめちゃめちゃ勉強してこれ面白いよねとか言ってそうだよねこうだよねこう面白いよねってその生徒が言ってそのプラスアルファの技についていけず勉強しなすみたいな形でなんかやってたことを思い出してまあそういう時は悔しかったんですよね。すごいいいい自分アニメ見ててて伝えたたこういう話を共有したいって思っ思 やってて伝えて例えばそういう中学生からなんかあんまり分かってないとか言われたりとか授業とかも全力でやってもやっぱりまだ届いてないよって言われたりとかすごく悔しくて、うん、その悔しい経験をじゃあどうしたらいいかなって直してまた悔しい経験して、うん、で悔しい経験をしたするたびにやっぱり努力し直してっていうところで、うん、でいろんなやっぱり子どもとかその大人の方を見てきて思ったのは。うんうん みんな悔しい思いすると思うんですけど、はい、悔しい思い1回2回して結構挫折しちゃう人が多いなって思ってあ折れたまんまになっちゃうのはその人の、まあ、経験値とかその人の気持ちっていうのは確かにあるかもしれないんですけど、うん、一方で、まあ、やっぱり僕はその小学校からその高校ない、まあ、しは大学なのかもしれないんですけど、はい、その教育そのものが折れた心を戻すっていうカリキュラムがない。 うんっていうので子どもの頃に、うん、例えば怪我,れ怪我をすること物理的な転んだりした怪我をし慣れてることかって、うん、なんか怪我してもすごい回復が早いというか動じ、うん、ないというか骨折しちゃった手へみたいなぐらいで言えると思うんですけど <laughs> 初めて例えば大人になって骨折する人って相当ダメージがでかいと思うんですよね。そう そう下手したら治ら治ないといとうかでこれはメンタルも同じで子供の頃から折れても立ち上がって折れても立ち上がってっていう経験を自らできてかつ大人がそれをサポートしていればなんかすごくもっともっとメンタル的に強くなれるんじゃないかなって思って。うん、だから会社とかでも 失敗してもいいから全力でやってみろって言って実際失敗したらめちゃ怒られるみたいなことも結構あると思うんですけど。<laughs> あるあるですね。その時にやっぱり、うん、あのどういうふうに立ち直るのかなって言った時に、うん、なんか中途半端に折れるんじゃなくて、うん、もう思いっきりもうへし折っちゃって、うん、でもう一回繋ぐぐらいの気持ちで、うん、あのやっていく経験ができれば、うん、なんかもっともっといろんなことが可能になるんじゃないかなって思って。うんうん そうなので結局中途半端にやっちゃうと中途半端に折れて中途半端な気持ちを引きずって結局なんか全力でできないままになるので一応僕のモットーとしては与えられた環境でで最大限やるるっていうのがあんすけど例えばですけどこれ聞いてる方お子さんいらっしゃる方とかその受験生抱えてる方身近にいらっしゃる方いると思うんですけど例えば貧乏で学歴もそんなになくて。でその バイトもしななきゃいけないけもしかしたら大学に行くっていう選択肢が正しいわけではない中六郎して大学行くっていうふうに言った時に多分多くの人が止めると思うんですよね。六、うん、素晴ららししいいっってらっしゃいみたいな多分ならならいと思う,う、うん、えー、ですよね、うん、そ,んなそういったところでやっぱりいろんなアドバイスが、まあ、あると思うんですけど、うん、でも僕は。 この環境を最大限活用して全力でやりたい今少なくとも全力でやりたいことは大学に行ってもっと学問を深めたいってやっぱり高校生の頃に思い描いたことがあったのでかそれを全うして今こうやって本当にいろんなところであのプレゼンもやらせてもらったり日本一っていう称号をもらったりで会社もこうやってやらせていただいてまあこんな本当に。 コミュニケーション能力の高い素敵なな社ロ師さんとこうやって出会えてっていうのもなんか全部本当に <laughs> <laughs> 繋がってるなって思って、うん、そういったこの出会いをやっぱりよくするも悪くするも今までの自分の価値観とか努力とか進み方っていうのがすごく大事だなって思っておそらくこれ聞いてらっしゃるここまで聞いてらっしゃる方って相当何かやっさんから学びたいって思ってる人が相当いらっしゃると思うのでなんかそういった 皆さんの思いを大事にしながら、うん、まあどうやったら例えば僕も安さんを超えられるんだろうとか安、うん、さんができないことがどうやったらその自分ができるようになるかなとか、うん、まあ業種とかは全然違うにして、うん、本当に僕社労士ですとか司法書士ですとか、うん、まあその他資業諸々って、まあ、正直何やってるかよく分からないっていうところが実情でこういう仕事なんだなって仕事感は分かるんですけど、うん、具体的にどのぐらいの。 事務処理があって、うん、いつまでにどういうタスクがあって、うん、どういう悩みがあって、うん、なんか修行ってすごく安定してるしこ、うんあのー。 顧問先が何件かあればうまあ、く回るんでしょと変に勝手な偏見があって、うん、まあ教育業界だともうリミットが3年とかなんですよね 1>、うん、中1から中3 1> <ー>で高1から高3、ねうん、っていう形で毎回3年ごと下手したら1年ごと顧客がどんどん新規で変わっていくっていう環境の中ですごく企業の方って10年20年一緒にいる人たちがいるイメージで、はい、なんか変に羨ましいなって思ってた時期が、まあ、あるんですよねその、うんうん、自分が仕事を選ぶ時とか。はいうん、でも 実際ね、こうやっていろいろ裏でもいろんな話聞いて思うのは、うん、ものすごく人間的な業種で、うん、ものすごく葛藤があって、うん、で例えばタウンワークとかハローワークとかそういうものでは伝えきれないこの業種の難しさっていうのがすごくあるなっていうのを、うん、まあ安さんに限らずいろんな資料の方それぞれ思いがあるんでしょうけど、うん、なんかそんな中でこういうお話を聞けるのはものすごく 貴重ですし聞いてらっしゃる方もいろんな業種があると思うので,でも業種が違っても思いの部分って絶対一緒で皆さんこの業種を通してまあ売り上げ上げたいっていうところももちろんだと思うんですけどなんか社会にこう貢献したいとか社会にこんなふうに自分が何かできることがあるんだったら動きたいと思っている人たちがいると思うのでなんかそういう何か気づきが。 僕自身も今こうやってありつつ、うん、これを例えば違うタイミングで聞いてもらったり、とかやっ、うん、さんの他のね。エピソードを聞いてもらったり、とかしていけば、うん、なんか本当にこのラジオってこれ無料で聞けるんですよね。そうです,ですよね。このなんか、はい、僕が当時考えてた。そういう情報のな勉強会とかって、やっぱりいくらかお金かかる、うん、うん。でもこうやってオンラインで無料で情報が収集できる時代になって、うん、なんかすごく。 なんか感慨深いですねうん。わあ、すごいなんかもうね止めどなく思いが溢れてくるさあ時計さんの話聞いてるとね、素晴らしいありがとうございますなんかちょいちょいティーアップいただきましたねティーアップすることしかないんだねどうしたらいいかわかんないんですけどいやいやいやありがとうございます十分でございます私ね今ね話聞いてて思ったことを言ってもいいですかはい あの、与えられた環境の中での最大限の成果ってことをおっしゃってたんですけど。私が感じる里恵さんの動き方っていうのは。はいええ、新しい環境を作り出していくっていうふうにも聞こえるんだけども。どその辺はどんなふうに、なか、ご自身でも感じてるのかなって、うん。そうです。で、まあ、あの、新しいこと、結果的にそうなのかもしれないんですけど。うん、やっぱり今、現状で。 全力でやるじゃないでですか、うん、でもそれは現状の中で全力でやるというよりも現状の中で全力でやるからこそ、うん、あこういう人に出会わなきゃいけない、うん、こういうことを学ばなきゃいけないこういうことに挑戦しなきゃいけないっていう形で、うん、現状を全力で生きてる人って結果的に何か新しいものに手をその添えていかないと変化とか成長ってしないと思うんですよね。うん、だから成長する人っっっっててて例えば年年前前ややなかかたたことをやってたりとをり、はい、1> 1に 出し切れなかった成果が出せただりとかもしくはその昔やってたことがより拡大してたりとかなんか変化ってあると思うんですよで、その変化っていうのがまあ場合によっては新しいものを作るだったりとか拡大だったりとかでも拡大ってある意味今までなかった状況を作り出してるっていう点ですごく創造的だと思うんですけど結果的にそっちになっていくのかなっていうのは今の質問の答えかもしれないですねありがとうございます確かにそうかもしれないですね まあ新しいことをやるとかじゃないんだけど何かその今の環境下でやってたことが気が付いたらその枠を飛び出てるというね、うん、そこからまた新しいものがつながっていくっていう,そうです、ね、結果として世界が広がるとか新しい世界が生まれるとかね、うん、なんかそんな感覚なのかなっていうのを今佐渡家さんの話聞いてて思いましたああそうですね確かにはいありがとうございます。うんはい、まあねあねの 佐藤恵さんの話聞いてて、うん、まあ今まではどちらかというと学生さんっていう生徒さんの話だったんですけど、はいはい、でも今は大人の方を中心に教えられてるって最初に話されてましたよね。はいうん、ここについてもちょっとお話聞きたいんですけど、はい、なんででまたこれ子供から大人にそ,、うん、そうですねやっぱり一個大きなきっかけは、うん、まあ子供を通してこの保護者っていう方々と接するわけですよね。うんうん、そうするときに、まあ どうやったらこの保護者の方の心をつかめるのかなとか、うん、でもどうやったらこの、まあ、直球で言うと本当に、まあ、すごくこれはあの適切な表現か分からないんですけれども、はい、まあいろんな保護者の方をまあ見るじゃないですか、うん、で生徒も当時本当に数千とか累計で教えてて、うん、もう今では数万っていう人数になっていろんな保護者を見て思うところで言うと。うんうん まれにうわこのご家庭で生きるのは心がちょっと痛むなとかこのこ、うん、ご家庭でもし自分が入ったらちょっっと生きづらいなって思例えば一時その何ですかね時間をもうきっちり管理されてる子どもとか<ー>そうスケジュール管理も秘書かよみたいなあの感覚の <laughs> でもそういう子どもってなんか楽しそうなん 部分って少ないんですよね、うん、かすごくあの時代をちょっと先取りする AI みたいなやっぱり感じになってしまって、うん、表情もなかったりとか、うん、逆にそういう子が表情を作ってなんか元気にやろうとすると、うん、なんかすごく本当はもっとこういう時間を作りたいんだけど、うん、その瞬間瞬間がなんか自分にとって笑うことがちょっと控えてしまうというか、うん、あんまり楽しんでると親,親,親が作った、うん、あのタスクをうまく できなくなくるかから怖いとかそういう思いがいろいろ多分ある子どもが<ー>まあ感覚ですけどそういった時にやっぱりいろいろ見てでやっぱり大人がもっと変わっていけば子どもって自然的に変わっていくよなって思った時に、うん、これをその、まあ、保護者と生徒って関係じゃなくてこれ子どもがいるいないだけじゃなくて、うん、じゃあなんでこういう大人は例えば保護者の方は子どもが苦しいってことに気づかないんだろうとか、まあ、よくあるのは、うんうん、親が若い時にできなかったことを子どもに やらせるっていうケースがあるんですよね<ー>そう音楽で成功できなかった親が、ね、じゃあ結婚して子供ができて今度は絶対子供には音楽で成功してほしい、うん、から音楽をやらせるみたいな、うん、いう形であったりすると思うんですけど、うん、それがやっぱり叶わない部分ってあると思うその時も親が結構ストレスフルになったりとか、うん、でそれが子供がストレスフルになったりとかして、うん、でもよく考えればあの大人なんですから皆さん、うん、誰にどんなことをしたら嫌な思いをするか多分分分かると思う。 それだけじゃなくてなんかいろいろ見た時にこのじゃあこういったお母さんもしくはお父さんが、うん、どこでそれに気付けるんだろうと思ったんですよ。うん、気付ける場所ないよなって確かにって思ってうん、うん、でたまたまそれは僕は保護者面談で感じた実例ですけどいろいろパッて見渡したときに。 まあすごく楽しそうに授業をしている先生が年も10個とか20個とか上の,あの先生が当時いてで授業終わるじゃないですかその時にまあすごく疲れてすごく辛そうでなんかすごく悩んでいて子どもたちの前であんなに元気なのになんか実はめっちゃ悩んでると。 でなんか大人ってすごく悩む生き物なんだなって思ったんですね。なるほど。そうなんです。僕の当時の悩みは本当にお金がない、大学に行きたいだけだったんですよ。うん、で実際それが叶った時に今やっぱりいろいろその解決しきれないこととかやっぱり今抱えてあるわけで、うん、やっぱり大人が悩むことってすごくあって。はいうん それで悩んだ時に誰に相談するかっていうのも結構限られてたりすると思うんですけど、うんはい、そもそもその悩んだ時にこう対処すればいいっていう考え方とか、うん、例えば英語を勉強したいけどどうしたらいいかわからない、うん、とりあえず英会話学校に行く、うん、でフレーズを教えてもらう喋れるようにならないっていろんな葛藤がある中で結構社会人の学び場っていうのがすごく少ないなとで特に英語に関して言うと、うん、やっぱりただ単に英語をしゃべるって提供するだけじゃなくて。うん 英語を通しててその人の人ことってたくさんん知れるんですよね、うんうん、例えばいきなり初対面で日本人同士で、うん、いきなりどこ住んでんですかみたいなことを質問したりとか「うん、何人家族ですか休みに何してるんですか?」みたいな聞きづらい部分とかあると思うんです、うん、でも英語だと例えば「What is your name」から始まって、うんその「あなたの住んでる場所についてちょっと教えて」とか「うん、あなたの,その生まれた場所の 例えば、まあ、観光スポットとか、うん、その生産物とか教えてくださいとかいろいろその人のことを知れるようになるんですよね。うん、で英語を教えれば教えるほど、まあ、目の前の人が何かその気持ち的にに丸裸になってくるんですよ、うん、その正直な気持ちを伝えていく、うん、うんっていうところで。はいで やっぱりその時に社会人への教育の可能性っていうのをすごく感じてまだまだ僕本当に30ちょっとですごく社会人の方に英語を教えても本当に20歳30歳ぐらい年上の方に英語を教えるわけなんですけれどもまあすごくその部分で人生的な経験値はやっぱり全然ないとしてもやっぱ気持ち的な部分ではなんかすごく一貫して持っているのでこの自分の気持ちを まあちょっとおこがましく言うと子どもたちだけじゃなくて大人にも伝えていきたいって思うようになってなんかそこがきっかけでもともと僕がその英語と同時にいろいろ哲学とか倫理とかそういうものをやってたりとかしたのでそう,だそういうところもなんかネタに使って英語のレッスンを通していろいろ人間関係が深まってったりとかあとは英会話スクールってすごく多い ですけど、うん、あの今ですよね、<ー>オンラインとかオフラインとか含めて、うん、でも英会話ってこれは教育ではないというか、うん、自己成長ができるものじゃないと僕は思うんです、ね。ただ単に英語、うん、英語力だけを伸ばすのが英会話スクール。うん、うん、なんか英会話スクールに入って うん、人生変わりましたとかすごく生きる上で大事なことを学びましたっていうコメントと僕あんまり聞いたことないんですけど、うんうん、どっちかって予備校とかの方が、はい、塾とか予備校とかの方が人生で大事なことを学んだっていうワードがやっぱり多いと思うんですよ<ー>それは子供とか大人ではなくてそのなんでかっていうとその教育機関としてやるか習い事としてやるかなんですよね、うん、英会話ってやっぱり基本習い事なんですよ、うん、で英会話スクールでやってる先生たちってその教育者ではないので、うん、まあそのちょっと偏見も入りま やっぱり英語が喋れてれて得意なことを生かしたいから英語のそのスクールでやってますっていう方がやっぱり母数として多いはずなんですね確かに、うん、人間的に素晴らしい人がいたりとかすると思うんですけど、うん、でも一方で「じゃあ英会話スクールで講師してます」って言った時に、うん、その英会話スクールの先生は英語の授業ができてもビジネスは知らない。うんうん し別に経営者でもないだから経営者がどういうことに悩んでビジネスでどういう問題が抱えているのかっていうのはやっぱり分かってあげられないし、うん、まあ逸脱もでできないわけですよ、うん、で僕はやっぱり当時その英語の先生にいろいろ子供の頃出会って、うん、この大人に出会ってさっきの出会いの話じゃないですけどこういう大人に出会ってやっぱり人生が変わってきたので、うんうん、僕も人生を変えて差し上げられるぐらいの存在になりたいと、うん、言った時に英会話スクールだとやっぱり難しい。うん、で まあ学校とか予備校だとまたずっと子どもたちをターゲットにして子どもたちを対象にして仕事をするにもなんかちょっと限界を感じ始めていると、うんうん、でもっといろんなこの学んだことを世の中に発信していくためにやっぱりビジネスとしてその社会人とコミュニケーションを取っていくっていうところをやりたいなと思ってうん、うん、まだ社会人に授業をし始めて本当に23年前ぐらいからなんですけど。 でも結果は本当に数万人ぐらいの,そのまあオンラインとか全部通して集団セミナーとかも通して数万人ぐらいの方とやっぱり出会うことができてその中で。 僕の授業を選んでくださる方っていうのはまあなんか調子に乗ったことを言うとすごくなんでこんなに魅力的な人が集まってくれるのかなと思ったのにやっぱ自分が魅力的なのかなとか思っちゃったりとかするね、うん、場面があるんですけどでも本当にそれぐらいなんて言うんですかねちょっと、うん、あのいい意味で調子に乗りつつ、うん、でまあ仲間冗談ですけどそのでもやっぱりある程度 当時の自自自自分分ににに比べたら自分自身自信が持てるようになってきた。うん、で、それはやっぱり周りの人たちが作ってくださって、うん、自分も本気で授業をしていくっていう中で、うん、まあ与えられた中で最大限やるというところをやっているのと、うん、やっぱり社会人の方々がもっと学びを深められる場所、うん、まあ今主にオンラインでやってるので、うん、そのプラットフォームとしてはかなり限られはするんですけど、うん、この英語を通してその人の人生観を体感共感共有できるっていうのは、うん 今なんか本当にこの数年で感じている仕事への喜びですね素晴らしいないやねもっとねお話聞きたいんですけど結構ねもういい時間になってきちゃってねまたぜひ出ていただきたいなと思うんですけどやっぱりその英語をねただ教えるということじゃなくてそこからもう本当に人生を変えるそういうきっかけを作っているそんな気がなんかします本当にありがとうございます里恵さんのはい 英語を通して人生を変えるっていうことをぜひ体感したいという方にとってはぜひねイさんのこの門をたたいていただきたいなというふポッドキャストもやってるんですよね。そうですねはっいというねポッドキャストもやってらっしゃるのでぜひ聞いてみていただきたいなと思いますしまたぜひこちらでねお話ししていただいてあとは「サトケイングリッシュ」のホームページもあるんですねそうですねはい こちらからお問い合わせいただければ、はい、もしかするそうですね。レッスンをはい体験授業とかもできますし、あのね本当に英語を通して僕も人生変わったので、まあそれを体感したいなって思う方々と一緒に過ごせたら嬉しいですし、はい、うん、うん、本当にいやいいですね。なんか私もケイさんとの出会いでね、はい、なんかもっとその英語をやりたいとも思ったし、英語を使ってもっとできることたくさんあるんじゃないかなっていうね未来が開けてきたそんな気がするんですよ。ありがとうございます。はい。 もう僕も本当に今日のこのラジオを通してすごくいろんな輝かしい未来がですね、うん、見えてきたような気がしていますあ嬉しい、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、いっぱい話しすぎてしまいましたが楽しかったですいやーよかったですはい、はい、ということで本日のゲストは佐藤圭子と佐藤圭さんでしたありがとうございましたありがとうございました Thank you so much コンビニシャローシ安田彩香のウィークリーコンビニラジオ はいということで本日は佐藤圭さんにゲストとししてお越しいたただきましたいやーなんか英語の話をねもっとしようかなって最初は思ってたんですけどこう気が付いたら思いの話をねたくくささんしてくださってました、まあ、思いっていうのは本当にその仕事の内容を超えるというか、まあ、英語っていうのは本当に彼にとってはただの手段であって私が社労士をやるっていうのもただの手段なんですけど、まあ、そういう。 観点じゃなくてねもっともっとその仕事とか生きるっていうことにかける思いについて話をしてくださったのがすごく印象的でしたなので今日聞いてくださってる皆様も別に英語をね話すとか英語を伝える仕事とか私みたいにロームの仕事をしているっていう方じゃないと思うんですけど自分たちの仕事を通じてどんな思いでね今その目の前にいるクライアントさんとか 目の前にいらっしゃる方と向き合っていらっしゃるのか、またそういう方に対してどうなっていただきたいのかっていうところをね、考えていただくいいきっかけになったんじゃないかなと思います。佐藤ありがとうございましたということで、ウィークリーコンビニラジオ118回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。パーソナリティはは私コンビニ社老子ののででしししたたそれではまま来週この時間にお会いしましょう